オリンピックに出場してきました日本の玉井彩、田中博史のカップルもこの後登場します。第2グループです。今ご紹介がありましたようにコンパルソリーは、長野の課題はゴールデンワルツとアルゼンチンタンゴです。それではこの後滑ります第2グループの6組をご紹介します。7組がアルメニアのゼニア・スメタネンコ、サムフェル・ゲザリアン組、8組アメリカのジェシカ・ジョセフ、チャールズ・バトラー組、9組がドイツのカティ・ウィンクラ・レネ・ロゼ組、10組イタリアのバーバラ・フサール・ポリ、マウリッツォ・バルガリオ組、そして11組に日本の河合彩、田中博史組が登場してきます。12番にロシアのイリナ・ロバチェア、イリア・アベルブフのカップルが登場します。全部で16の国から24組が出場しています。念願のオリンピック出場を果たしました日本代表の河合彩、田中博史のカップル、どんな演技を見せてくれるでしょうか。ゴールデンワルツは自分たちの好きな課題ですという話をしていました河合彩、田中博史のカップルです。ヨーロッパやアメリカでは大変人気の高いアイスダンス、オリンピックの歴史では非常に浅く、第12回のインスブルック大会から正式種目となりました。そしてこのアイスダンスはこれまではソビエト、あるいはその後のロシア、この辺りが非常にアイスダンスで強く、前回のリレハンメルオリンピックはロシアのパーシャ・グリシク、エフゲニー・プラトフ組が金メダルを手にしています。当時パーシャ・グリシクはオクサーナ・グリシクと言っていました。今年の9月の末にオクサーナからパーシャと改名をしましたが、そのグリシク・プラトフ組が長野で2連覇をかけています。華やかな雰囲気に包まれます。フィギュア会場のホワイトリン、Your warm-up is over. Skaters, please clear the ice. 練習時間終了です。選手の方々はリンクサイドにお上がりください。第2グループの演技が始まります。最初の演技者は7組、アルメニアのゼニア・スメタネンコ、サムフェル・ゲザリアン組です。